私は夜明けを待つ者の光になりたい。多くの者が立ち上がり、皆さんこんにちは、佐藤美希です。ただいま舞台暁の帝赤身鳥の乱編の絶賛稽古中でございます。こうやって、まあ、昔飛鳥時代なので、浴衣を着て稽古してます。今回の稽古はですね、まあ、もちろんあの盾のシーンもありますし、結構感動的白熱したシーン、私登場する部分多いので、かなり体力使っています。そしてまだ私の舞台を一度も見たことがないという方、ぜひ今回見に来ていただきたいです。今までお見せしていない姿、もちろんあの見ていただけると思いますし、本当にあの感動共感できる部分たくさんありますので、ぜひ楽しんでください。まあ、今回はですね、昨年あの見ていた方はちょっと懐かしいって思うシーンももちろんありますし、初めて見る方も幻想的なシーンがあったりしますので、ものすごく楽しめると思います。6月13日から23日まで池袋シアターグリーンで公演します。ぜひ皆さんチケットご購入お願いします。もうすでに買ってくださった方ありがとうございます。まだまだ発売中なので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。お待ちしてます。